今回はね、新鮮卵のこんがり焼きプリンです。本物は美味しいって書いてあります。なんか疑わしいこと書いてありますね。本物は美味しい、どういうことだろうねこれね。ということはまさか本物じゃないものを売ってたんですかねみたいなね、問題発言ですよ。本物は美味しいっつってるんですよ。ということは前のやつは本物じゃなかったんかいってツッコミがあるし、じゃあ何の素材でできてたんですかって言ったら分かんないですよね。これだからあの国は信用できないんですよ。ですからですね、これは本物は美味しいって言ってるから多分本物でしょうね。でこれは、おはよう焼きプリンは、ね、今おはようの時期じゃないんですけどね、この前もね、あの金曜日のラーメンとか言いながら月曜日に紹介してましたからね。ですからおはようって言ってもですね、おはようじゃないんですけどね、ただいまっていう時間帯なんですけどね、あのおはようなんですね。でそれであの愛され続けて28年と92年ですね。92年っていうと私が小学校2年生ぐらいの時でしたからね。それから28年ですよ。あれからうん十年じゃないですけどね。なんか28年も経ったのかっていうと考えられないですね。非常に考えられないですね。92年っていう年から28年経ってる、そんなバカなわけないじゃんと思うんですけど、28年も経ってるよみたいなね。うんね、28年経ってるよっていうことで、92年の時はまだどっかの大事な人もまだ影も形もない頃ですよね。どっかの大事な人はね、まだこの世に生まれてなかったんですね。この世に生まれてないです。まだ どこかの国に生まれましたけども、まだその人は影も形もない時代ですよ。92年ですからね、影も形もないんですよ。いくらその人の名前を読んでも出てこない。そりゃそうだよ、だっていないんだからみたいなね。恐ろしいもんですよ、言わなかったらね。ですからこの92年の時からもう28年がね経ってしまったんですよ。そんなバカなねと思うんだけどね、私なんかつい92年なんてつい最近のような出来事、2000年に入った時代ですらもうつい最近のような話ですけども、2000年だってもう20年前ですからね。そんなバカなと思うんだけどね、そんなに経ってるみたいなね、考えられないね、人月が経ってたらね。92年って言うと確かプレステが、発売されてまだ間もなくぐらいの時だったかね、あの初代のプレステね。あの時はね、初代のプレステが発売するっつってさ、あのスーパーファミコンの時もあれな、すごいねお客さんがバーって来て、子供たちが、子供が大人がバーってやってきてね、爆買いしていくわような勢いでね、どん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 品物が売り切れてったんだけども、あの時もそうでしたね。スーパーファミコンが発売されてまだ間もない頃だと思った、プレイステーションというのがね、ソニーから出るっつって、でソニーってのはあの家電のね、あのテレビ作ってるメーカーだったから、そこからあのゲーム機が発売されたっつうんで、メインがこぞってその話で持ちきりでしたね。だから92年っていうと車の話で持ちきりだったのと、当時ミニ四駆なんかも流行ってましたからね。だから車の話とあとゲームの話ですよ。ファイナルファンタジーがどうだこうだとか、ドラクエがどうだこうだとか、私はドラクエってやったことないんだけど、ドラクエがどうだこうだとかね、あとニンテンド6年度とゼルダの伝説がどうだとか、なんていうの、ガンバレゴエモンがどうだとか、ドンキーコングがどうだとかね、もうそんな話だったんですよね。いや信じられないね、今あの人たちは一体何をしてるんだろうなと思って、小学校、そうか、小学校に1年2年生ぐらいの時にね、これを食べてた人たちは今どうしてたんだろうね。うん、あれから20年経って、あれから28年経ってるから、多分もうね、立派なお父さんやお母さんになってね、もう子供がいて、その子供がもう小学校4年生なんですよとか、中学1年生なんですよってびっくりしましたからね。私あの同じ年の人ですね、あのその子供があの親戚の方でいらっしゃるんだけど、この前久しぶりに葬儀の時に会ったんですね、もう中学生になってましたって、びっくりしたんですけどね。この前小学生だったんじゃないですかって言ったら、中学生になったんだよって言って、そんなバカなと思ったんだけど、他の人、親戚同士で他の人の話を聞いた時に、もう中学生になったんだよって聞いてさ、嘘だのと思いましたね。自分と同じ年の人で、ね、結婚をして子供がいらっしゃるんだけど、その子がもう中学1年生の男の子だったんだよね。びっくりだなと思ってね、すごいなと思ったんだよね。もうね、いやそんなに年月が経ったのかなって、私の場合だともうこの頃の時代からあんまり変わってないんですよ。
知的障害があるもんですからね、92年が小学生だったと、その間ずっとループされてるぐらいあの感じなので、もうその時代の感覚がずっと残ってるんですよね。だからある意味そういう健常者の人って羨ましいなと思いますよ。もうそのループを抜けてるわけだから、90年代のループを抜け出して、もう特に実年代と同じ年齢になってますからね。自分の場合は知的障害があるから、もう何3歳のね、もう7歳ぐらいの時から10歳から11歳から10歳から12歳の間を行き来してるけどさ、ね、その間ずっとループしてる状態になってるけど、もう俺と同じ年の人はもう完全に大人ですからね。完全に大人ってことは完全にもうもうね、もうそれ以上の礼儀作法もね、勉強ももうみんな全て知ってるからね。私には手に負えないようなところまで行っちゃいましたからね。考えられないですよ、年月が経つとね、それだけね。はい、ということで、新鮮卵のこんがり焼きプリンですね。わざとこんがり焼いたんですよね。私が焼いたんじゃないんですよね。お店が焼きましたみたいなね。うん、私が焼いたらね、多分ものすごいことになったと思うね。で、そしてまあ、このなんかね、これはね、毎日オーブンに塩を入れてこんがり焼き上げています。ここに書いてあるんですね。毎日オーブンに塩を入れてこんがり焼き上げていますっていうね。こんがり焼き上げてるんですよ、卵ですよね。あのグデグデ野郎はですね、ね、どっかの産業のどっかのあのグデグデ野郎はですね、あれはこんがり焼きましたっていうより、もっと加熱をもっと強くしてですね、プロパンガスを100個ぐらい用意してですね、それでもっとプロパンガス100個集めてさ、100個のプロパンガスでものすごいファイヤーっていうぐらい の加熱を与えた方がいいと思いますけどね。じゃないとね、あいつすぐめんどくせえとか言うですからね。そんなめんどくさがり屋の卵は卵の出来損ないですから、あんなやつは100個のプロパンガスのように焼いて、ね、ものすごいファイヤーにしてやらないんですよ。そしてもう、そうなったらですね、多分黒い塊になるかと思うんです。黒い塊どころじゃなくて、多分もう鉄の塊ぐらい重くなってるかもしれないんですけど、まあそのぐらいやった方がいいですね、あいつの場合ね。あのグタグタ野郎はそれぐらいやった方がいいですね。これはこんがり焼き粉です。ではいただきたいと思いますね。で、こういうふうにね、なっています。では、いただきたいと思いますね。うん、結構ね、あ、美味しいよ。うん、ほんとこんがり焼けてんなと。毎日焼いていますってぐらいね、すごいよね、毎日焼いてるっていうね。その何て言うんだろう、うん、非常にそれとデジタルの卵って感じですね。これをつい先ほどスーパーで買いましたって信じられないですよ。でもおはようとか言いながらしてね、お疲れ様でしたっていう時間帯ですからね。この前もね、金曜日のラーメンとか言いながら月曜日に売ってたんですよ、そのラーメンがね。おかしいだろうみたいなね、ツッコミがあるんですけど、ね、多分気の強いね、でなんとかさんみたいに言われますよね。これ金曜日のラーメンとか言いながら月曜日に売ってるってどういうことなんですかみたいな感じでね、めちゃくちゃ言われる。そのあんな気の強いやり方しなくてもいいんだけどね、あんな気の強い言い方しなくてもいいんですけど、あんな気の強い言い方されるかもしれないからね。そしたらお店方は、そんなこと言われましてもみたいなね、そんなこと言われましてもみたいな、あるいはね、ウェーン、だって金曜日には届かなかったんだよ、ウェーンとか言ってね、泣き出すような人もいるかもしれないからね。うん、ののんなんとかさみたいなね、ウェーンとかに泣き出すかもしれないから、だからね、ああいう情けない人になっちゃいけませんからね。で、これあれですから、うん、このこんがりやってですね、うん、このなんていうんですね、確かにおはようっていう朝にはね、ちょうどいいかもしれない。眠気たぶん朝ほらちょっと眠いじゃないですか。で、そういう時のね、こういう焼き具合だったらちょうどいいかもしれないですね。ただグデグデグデってグデグデ野郎がやってきたらね、帰って腹が立ちますから。うんね、あんなやつがですよね、
朝方にやってきてさ、焼きプリンだよとか言ってさ、出てきてさ、めんどくせえとか言ってさ、この野郎みたいな、もう串酒にしてさ、シャッコのプラパンガソリンに串酒にして、すっごい鉄の塊ぐらいの、やつにして、で、食べないで、ポイってあの火山の中に入れてあげないね。ね。で、それでこう、ポイって火山の中に入れれば、今度はドロドロに溶けるから、うん。ね、あの、マグマの摂取で溶けるからさ。ね、もうそういう残虐なことをやってられんねん、あいつはね。うん、あいつはさ、仕事することを舐めてるからね。うん、めんどくせえと言ってる時点でさ、キティ先輩に怒られるよって話なんだよね。だからあんなグテグテ野郎が持ってきた卵なんてろくな卵じゃないんですけど、これはですね、あのグテグテ野郎が作った卵じゃないか。うん、これはなかなかですね、いいですよ。このこんがり焼いて非常に新鮮味があってですね、これなら朝の眠い時でもちょっと目が覚めるかもしれないね。まあ、ちょっとした贅沢っちゃね。まあ、朝からプリンかいってつくみがいかもしれないんだけど、ちょっとした贅沢になりますけど。でも、まあ、非常に美味しいですね。まあ、できるならこの写真と同じようなね、柄にしてほしかったなっていうのがね、ありますけど、さすがにそれはちょっとできなかったのかなっていうのがちょっと残念だなってところがあるんですけども。まあ、プリンとしてはこの焼き具合と、プリッとした甘さ。うん。で卵がじわっとくるのが非常にいいなと思いました。どうもありがとうございました。